現在グリニッジ標準時23時40分。今一つの世界が終わり、新しい世界が生まれようとしています。まもなく首相官邸ラプラスにおいて地球連邦政府主催の改暦セレモニーが執り行われます。私たちは母なる地球の外に自らの世界を築く時代に足を踏み入れました。今宵私たちは歴史の目撃者となります。この幸運を全ての人と分かち合い、去りゆく西暦の時代を感謝と感慨を持って見送ろうではありませんか。そして新たなる世界、宇宙世紀の始まりを笑顔で迎えましょう。さよなら西暦、ようこそ宇宙世紀。地球と宇宙に住む全ての皆さん、こんにちは。私は地球連邦政府首相リカルド・マーセナスです。まもなく西暦が終わり、我々は宇宙世紀という未知の世界に踏み出そうとしています。この記念すべき瞬間に地球連邦政府初代首相として皆さんに語りかけることができる幸福に、まずは感謝を捧げたいと思います。宇宙世紀、ユニバーサルセンチュリー、字義通りに訳せば普遍的世紀ということになります。宇宙時代の世紀であるならユニバースセンチュリーとするべきでしたが、我々はあえて両方違いと思われるユニバーサルを選び、新しい世紀の名前としました。人類は一つになれるという事実を普遍化し、互いを拒絶することなく、憎しみ争うことなく、一個の種として広大な宇宙と向き合っていく。ユニバーサルセンチュリーという言葉には、そんな我々の祈りが込められています。現在グリニッジ標準時23時59分、まもなくです。この放送をお聞きの皆さん、もしその余裕があるなら私と一緒に黙祷してください。去りゆく西暦、誰もがその一部である人類の歴史に思いを馳せ、そして祈りを捧げてください。宇宙に出た人類の先行きが安らかであることを、宇宙世紀が実りある時代になることを、我々の中に眠る可能性という名の神を信じて。それは人類の業が地球から宇宙に持ち越された瞬間だったのだ。この首相官邸ラプラスの爆破テロ事件をもって宇宙世紀は始まった。新たな世紀の始まりを血で汚したのは連邦政府に反対する分離主義者たちだと言われているが、真相は闇の中だ。宇宙世紀の歴史が動いた。私たち宇宙で暮らすスペースノイドにとって重要な歴史上の出来事、解説していきたいと思います。今夜から始まりました特別番組、宇宙世紀の歴史が動いた。ご案内は私ケイシ内藤、そして解説者としてサイド6に在住の歴史学者龍介氷川さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが氷川さん、この UC、 つまり宇宙世紀という暦の始まりはどういったものだったんでしょうか。はい、かつて人類のすべてが地球で暮らしていた時代、その頃はですね、西暦と呼ばれる暦を使っていました。はい、これは宗教家のキリスト生誕を起源とするものでした。それが宇宙世紀に切り替わったのは、これはどんなきっかけによるものだったんでしょうか。はい、まずですね、地球上にあった国家間の垣根を取り払い、地球連邦政府が樹立されたこと、それが最初のきっかけですね。はい、そして地球上の環境問題の解決、新たな資源開拓の必要性などが急浮上し、
連邦政府から宇宙植民地への移民政策が発表されました。旧来の価値観を引きずる西暦に変わるものが必要だと、そういう議論がですね、宇宙開発を推進する各界から巻き起こりました。そしてスペースコロニーへの移民開始の年をもって宇宙世紀元年と定めたわけです。地球連邦政府は人口増加の対応策としてスペースコロニーによる人類移民計画を発表。2045年 NGO と呼ばれるコロニー校舎が建設を開始、そして人類移住開始をもって宇宙世紀が始まる。長さ 42km、 直径 6.4km、 最大収容人口3000万人というコロニーの空調及び空気注入システムの規模は桁外れに大きい。しかし実際は各コロニー建設にあたり、コロニー校舎空気管理部の数人が配属されるだけである。機械任せのシステムにさほど人員はいらないということだが、文字通り人の命を預かる仕事なので責任は重い。彼または彼女の仕事は、まずコロニー内に空気を充満させる、つまり人の住めるところにすることである。そしてコンピューター制御と裏腹に最終確認は原始的な方法でなされる。つまり空気が正常に蓄積されたであろうコロニーの中で、この宇宙服のヘルメットを取ることだ。データが全て問題なしだとしても意外と勇気のいる作業だ。というわけでここでためらってしまう係の者も時々いる。しかし彼が仕事を終えない限り移民は始まらない。コロニー内の空気を吸うことが彼の最大の仕事であり、最高の気分を味わえることでもあるのだ。やがて人が住み、木を植え、新しい町ができ、人生を送っていくのだ。自分の仕事が誇らしく思える瞬間である。そうやって宇宙世紀が始まって、それまでの問題は解決されたんでしょうか。はい、一定の成果は出たといえます。しかしですね、地球連邦政府は宇宙植民地に対する搾取と支配を次第に強めるようになり、地球と宇宙とでですね、社会的な格差が拡大していく。そういったことがですね、エスカレートしていって、ついに痛ましい悲劇、人類初の宇宙空間での大規模戦争が起きます。これらはジオン公国が開発していた作業用マシンのスクープ映像だ。ミノフスキー粒子が発見され、ジオン公国は機動兵器モビルスーツの開発に着手したが、公式発表は作業用マシンの開発とされた。連邦側は警戒したが、開発元ジオニック社で行われているテスト風景の映像を入手、それを見るなり安心してしまった。どの映像からも武器としての可能性を発見することができなかったのだ。この映像は一般に出回り、一部のミーハーたちの間で可愛いと評判になった。ゆで卵の殻を剥くとか、毛糸のマフラーを編めるとか、積み木でお城を作ることに成功したとか、プリティーなデマを作る始末だった。しかしジオニック社では MS-05 ザクで本当に積み木の訓練をしていたのだった。何を隠そう、スクープ映像はジオニック社が意図的に流したものであり、連邦のリアクションを試したのだった。連邦側はまんまと引っかかったわけだが、数あるスクープ映像の中でジオニック社がスレスレの影に挑戦したのがこれだ。この映像は作業用マシンのテストにしては少し変だからだ。連邦はジオニック社の不安をよそに笑っていた。しかし笑うべきは連邦のうかつさの方だったのだ。ミノフスキー粒子の意味するところはレーダー線の崩壊であり、白衛線の復活である。連邦側がもう少しその可能性に気がついていれば、ジオン公国のモビルスーツ開発も変わっていただろう。連邦の油断を確信したジオン公国は、ブラックボックスともいえる密閉型コロニーサイド3の中でモビルスーツの量産体制に入るのだ。そもそもですね、ジオンという命名は政治運動家のジオンズム大君、彼にちなんだものだったんですけども、思想家であるジオンはアイスノイドがスペースノイドを支配する、そういう搾取の構造を根底から覆そうとしていたわけです。有名なニュータイプ思想ですね。はい、宇宙空間というですね、新しい環境に進出した人類、つまりスペースノイドは地球の重力という古い環境に縛られた人間よりも感覚が鋭くなっていくはずだと。まあ、実際空気もなく無重力状態の宇宙空間は地球とは全く異なる環境なんですよね。うん、ですからスペースノイドはより進化し優れた種となる可能性があると、そういう思想だったわけです。この進化の果てに誤解なく理解し合えるようになった人々のこと、それをですね、ジオンは希望を込めてニュータイプと呼びました。
後々のことを考えると、このニュータイプ思想は初期段階でもっと考察を深められるべきだったものなんですが、ジオンが暗殺された後、ザビ家によってですね、歪んだ形で政治活動に使われるようになってしまうわけです。エリート思想にすり替わってしまったんですね。はい、全くその通りですね。スペースノイドは地球の重力を振り切ったエリートなのだから、地球連邦の支配から独立して離れるべきだと、そういった生命思想が国民を鼓舞し、本来国力に乏しいジオン公国の戦争遂行を支えたと。空の民よ、今こそ己の眠れる力を宇宙という環境の中で目覚めさせよ。その時に人は確信する。サイド3が独立宣言をして以降、ジオン共和国と地球連邦との情報戦はすでに始まっていた。師匠ジオンズム大君が死に、後を引き継いだデギン・ソドザビがジオン公国を宣言。戦争は不可避と予期され、連邦側は情報収集に全力を挙げた。その前日、宇宙世紀0079、1月2日、情報将校ローゼンバーグは幸せだった。別居していた妻と仲直りし、ベッドに入ったのが翌3日4時30分。そしてその電話を受けたのが6時31分。ニータカと言ってその電話は切れてしまった。山下ろしと続いたらジオン軍が宣戦布告をしてくるということだ。通信が途絶えたのはここサイド1第13番コロニーの回線が突然パニックを起こしたからで、ローゼンバーグはその理由を考える前に飛び出していた。山下ろしと続くことはほぼ間違いないと思われたからだ。その直感は当たり、ジオン公国は7時20分に宣戦布告をしてきた。そのわずか3秒後に最初の攻撃がなされ、ローゼンバーグは連邦軍駐留本部へたどり着く前に戦果を見ることになる。地球連邦本部に通達がついたのは7時45分。サイド1第13番コロニーが核攻撃を受けたのは8時2分。ローゼンバーグ最後の言葉は、角を生やした亡霊が飛んでくるだった。それでは早速その一年戦争の真っ只中で起きた出来事の記録映像を見てみましょう。